皆さんこんにちは、小田健です。今回も楽しくも一緒にやっていこうぜ。よし、ということで今回はスタートリガーっていうゲームを実況プレイしようかなと思います。こちらのゲーム開発端末をお借りしてプレイしているのでご了承ください。ということで早速やっていこうか。オープニング画面かっこいいね。はい、ということで早速やっていきたいと思います。こちらが僕のホームボタンで僕のキャラクターです。可愛いでしょ？この睨んでる目つき。はい、ということで、武器がね、この右側に5種類あると思うんだけど、こちらのね、5種類どれかからこう選んで戦うみたいな感じではなくて、この5種類全部使い分けながら敵を倒していくんだよね。はい、ということで、こちらが僕の武器になります。黒刀ですね。はい、改造もできたり、進化もできたりする。改造してみましょうか。はい、改造には以下のパーツが必要です。はい、今パーツが揃ってるんで、ちょっと確認ボタンを押して、強化したいと思います。ほら、こんな感じで、強化されるでしょ？あ、上がった。30から40に上がった攻撃力が。戦闘力も408になったね。いいね。はい、こんな感じで改造もできて、進化もできるんだよね。早速やっていきましょう。はい、コインが必要なんだけどね。はい、で、星3つから星4になった。強くなったんじゃない？これ。はい、他にも銃もカスタマイズできたり、こうやってね、これが、スナイパーですね。で、こっちにロケットランチャーみたいなのがある。かっこいいでしょ、大砲。俺、これが一番好きなんだよね、結構。こうやって、ほらほらほら。めっちゃ、トランスフォームするから。すごいかっこいいでしょ？はい、そんな感じで、ああ、この武器持ってんだ。顔埋もれちゃってるけど。はい、ということで、こんな感じで装備もね、変えられます。ガチャとかもあるから、そのガチャを引いて、自分の好きな武器を装備して、カスタマイズしてってやれるんだよね。はい、ではクエスト行く前にちょっとねアバターをね紹介したいと思います。こちらですね、アバターを押して、はい、見てください皆さん、こんな感じで髪型とかね、目もなんだけど色々変えられるんだよね。で、口も変えられて、なんか傷とかもつけられちゃう。こうやってほら、いいでしょ。こうやって顔にマークとかもつけれるし、で、サングラスとかもなんかある。うん、いろいろあるね、種類が。で、今の髪とか目とか口とかペイントとかなんだけど、あのね、9つそれぞれを数十種類のパーツを選択して自分だけのオリジナルアバターを作れるんだよね、これ。で、その数が半端ないんだけど、あの組み合わせが1億個以上あるみたいです。めっちゃすごいでしょ。バリエーションやばいからね、このゲーム。はい、僕結構このキャラクター気に入ってんですよ。結構ね、あの面白みあふれるキャラクターになってて、あの制服の下にあのジャージ着てるじゃん。給食の最中に牛乳こぼしちゃって体操着に着替えたっていう設定ですね。どうでもいい設定。はい、では早速髪型とか見てみよっか。いろいろあるからね。あー、いきなりイケイケになったんだけど。ファンキーすぎないこれ。はい、あー、ニット帽とかもあんだね。おー、髪型うねらして遊ばしちゃってるよ。ほら、自転車乗ってる時みたいになってる。あ、すげえこれ、ドレッドだ。ドレッドなんてあんだね。これとかもなんか主人公っぽいしね、ツンツン頭で。はい、で、これが、あ、かっこいい。クラスにいたらモテるタイプ。かっこいいね。はい、で、これが今流行りのマッシュヘアですね。はい、いろいろとね、髪型だけでも本当にバリエーション豊かで。嘘でしょ？嘘でしょこれ。冗談って言ってみんな。これはやばい。日本の和の心を忘れてない感じなんだけど。やばいね。はい。これは侍だからね。まあ、ちょうど刀とかもあるからね、武器に。はい、で、こちらが目ですね。僕ね、よく死んだ魚のような目してるねって言われるんで、こちらの死んだ魚のような目をさせてます。はい、いろいろな目があるからね、ちょっと皆さんの好きな感じでやってみてください。これでね。嘘でしょこれ。嘘でしょ。目大丈夫かこれ。白目になっちゃってる。何が起きたの。あ、これとか可愛い。なんかポップな感じで可愛いね、白目だけど。目の量多いんだけど、本当にもう本当に自分のお好みにカスタマイズできる仕様になってるね、これは。はい、次口いじっていこうかなと思います。これは、あ、やばいね、これ。いたずらが大好きな子ですね。クラスにいたら大変な子です。みんな厄介者ですよ、これ。はい、ハムスターになりたい人はこの口にしてください。あー、さらにハムスターがあった、これ。はい、ヒゲもあるし、あー、またハムスターある、これ。めっちゃハムスター追求するじゃん。はい、チャップリンもあります、皆さん。ヒゲもかなりあるし、かわいい、この口。はい、僕はこれでいこうかなって思います。はい、これに関しては泣いてるからね、大号泣。
どんだけ嫌だったんだよ、兜かぶせられんの。サングラスとかもね、あったり。はい、服もね、上下ジャージにすることができますよ、皆さん。はい、上にも牛乳こぼしちゃったみたいなね。どんだけ牛乳ネタ持ってくんだよって。はい、ということで、こんな感じで僕のキャラクターできました。いいでしょ？チャームポイントはね、この頭です。スイカを頭に乗せちゃってます。最近ね、スイカ乗せんのね、流行りみたいなんで、ちょっとね、トレンドを入れつつ、攻めていきました。はい、そう。トレンドで頭にスイカ乗せるとかないから。僕はね、このキャラクターが結構気に入ってるんで、これでクエスト行きたいと思います。では、行こっかみんな。はい、では早速、クエストやっていきますよ。めっちゃ登ってるね。はい、狼がいる。オッケー。はい、武器の切り替えのタイミングが大事なんで、こうやってね、ちょっとね、敵が多い時はね、この一番下の銃を二丁拳銃でね、撃つとね、かなり、一気に倒せるから、これ。で、こういう強いやつになると危ない！こう、避けるタイミングとかもね、大事なんですよ、これ皆さん。はい、だからね、判断力がね、問われてね、かなり面白いですよ、これ皆さん。狙って。撃て。まだ、撃て。オッケー。倒せる？あ、まだ。これ前行くか。よし。へ。オッケー。倒した。これより強いボスがいんのかこれ。今のでもボスじゃないのか結構強いね。まあ、体力が俺あるからね、大丈夫だよ。はい。めっちゃ強いじゃん、こいつ戦わずしてもね、強さがわかる。めっちゃ強そうなやつ来た。やべえじゃん、これ。拳一振りされただけでもめっちゃ重傷になるんだけど。じゃあ、倒すぞ、この野郎。オッケー、危ない。そっち帰って。撃て。とりあえず撃て。待って。体力めっちゃない相手、これ。3つ減らしたからね、体力ゲージ。あっち行こっか。手前行こう。お、かっけ。このね、移動がめっちゃかっけんだよ、これ。ほら。よいしょ。で、手前行ったり。オッケー。隠れて。危ないよ。めっちゃかっこいいんだけど。はい、このボムみたいなマーク。これがね、投擲っていうものですね。はい、さっきも使ってたんですけど。よいしょ。オッケー。結構減らしたでしょ。体力がね、相手の体力がね、かなり減るんですよ、これ。よし。この銃もね、かなり減るけど。危ない。来るよ。避けて。避けつつ。タイミングを見計らって。しかもね、これね、誰でもできるように、初心者もできるように、簡単操作なんですよ。はい、難しそうに見えるそこのあなた。これね、意外とね、難しそうに見えて、かなり簡単です。うん。意外とね、こう、タップしまくればね、結構ね、ゲージ減らせるんでね。よし。危ない。やで。投擲。行くぞ。投げて。ほい。で、連打。オッケー。来た、やっと倒せた。ストーリー進んでいくとね、こうやって表情もね、変わるんだよ。やっぱり表情変わるんだね。すごいね。組み合わせ1億以上あるだけあるわ。次の敵はどこだ？はい、小田健参上。かっこいいね、健。はい、ということで今回、スタートリガーっていうゲームを実況プレイしました。アバターをね、メインに紹介したけど、クエストも良かったでしょ？おお、かっけ。知らないアクションが。はい、クエストをね進めてって、いろんなねボスキャラとかもキャラクターもいっぱいいるんで、皆さんの目で実際にプレイしてやってみてください。はい、こちらのゲームの詳細は僕の概要欄に貼っておきますんで、そこからぜひ見てください。ガチャガチャとかもねあって、ガチャ引いて新しいレアアイテムとかを手に入れてカスタマイズして冒険に出ると。はい、自分のアバターとかね、装備をね自慢したい方はギルドに参加して皆さんに見せびらかしてくださいね。はい、ということで、この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録、お願いします。こちらのリンクは概要欄に貼っときますんで、ぜひチェックしてください。ということで、小田健よろしくお願いします。では、また会おう。じゃあね。